生死業とは、蚕から絹織物の原材料となるキー糸を生産する産業である。明治期から昭和初期にかけて、キー糸と絹製品は、緑茶ともに、日本の外貨獲得にとって重要な商品、産業であった。このため、生死業といえば主にキー糸の製造業のことを指して、使われるようになった。なお、綿や羊毛から糸を紡ぐ作業は紡績という。キート 歌川義虎、東京築地白来前米王子掛け木縫い刀取る図。古川一米による築地製紙場。日本では、弥生時代に大陸から絹作りが伝来したと考えられており、江戸時代には東北地方や品濃国、上野国、海の国などにおいて養蚕業と製紙が行われていた。江戸幕府が横浜などを開港した安政六年当時、 ヨーロッパ諸国のカイコは微粒子病による打撃を受けていた。日本産キートは中国産キートに劣らぬ品質を持つものとして評価されたため、キート生産は明治期にかけて日本の輸出貿易の中心となった。八王子から輸出用のキートを横浜へ運ぶ神奈川王冠は絹の道となった。カイ国在型出身の甲州や中江門や川で五郎江門ら地元物産を 外国向けに売り込む陶器商も出現した。こうした近世の都市町人を中心とする商人層に対し、幕末から明治初年には在方に羊を持つ合農層が成長し、明治後年には地方商人や地主階層が次々と製紙業を創業した。明治10年代には長野県、山梨県、岐阜県を中心とする東日本を中心に生産が行われた。 製紙業は明治政府の食産工業の主力として国策的に振興された。民間での創業を促すため原料繭購入資金の融資を行う地方銀行や売菓子には政府からの政策的融資が行われ原前三郎や茂木総兵らキート入り込み賞も台頭する。明治政府はキートの増産とヨーロッパからの導入した製紙技術の吸収、普及のため 関営製紙場も設けた。明治5年に作られた富岡製紙場はフランス式の蒸気動力で葬式などを動かし現存する施設が世界遺産に登録されて著名である。翌1873年には東京都心部に水車を使うイタリア式の青い調製紙場を開設した。青い調製紙場は数年稼働したのみだが笠岡製紙場のモデルとなり、 近代製紙業の西日本への電波に役割を果たしたと見られている。日本産キートの主な輸出先は当初はフランスで、後に絹織物産業が急速な発展を遂げたアメリカ合衆国へ移った。明治後年にはイタリア、中国をしのぐ輸出量を誇った。日本の製紙業ははじめ、ザクリ式の正式会が普及式糸生産を行っていた。イタリア、フランスから、 機械製紙の技術が導入されると、富岡製紙場など各地で導入が進んだ。日本の製紙業者の多くは10人、総以上30人、総未満の中小規模業者が中心で、高価な鉄製装紙機械の導入は困難であったため、フランスイタリア式を設置した木製装紙機械も発明された。また、製紙工場では寄宿製と低賃金、劣悪な労働環境で働く。 静止徐行が存在していたことも当時から指摘され、ああ、野麦峠などで描かれた。一方で過酷な農作業からの解放や高収入が得られたともされる。ありがとうございます。